中学受験、真面目に勉強してるのに成績が上がらない子必見。今すぐチェックしたい7項目とは。こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。受験参加者数が過去最多となった2023年の中学受験ね、受験家庭にとっても本当にハードな入試となったわけですが、人気大学の付属校となることが決まったことで、もう前年比でね、偏差値一気に10ぐらい跳ね上がった学校なんかもありましたし、例年と入試日程が変わったことによって、それまでの入試パターン、ね、併願校との組み合わせを見直さなきゃいけなくなって、自分たちどうしたらいいんだろうということで、日程のすり合わせ苦労されたご家庭も多かったようです。なんといっても受験参加者数が増えたということは、第一志望校に限らずですね、各学校の合格ラインが変動してしまいますから、前年までの合格ラインデータがどこまで当てになるのか、なかなか見極めすることができずに、合格を見込んでいた併願校で思わぬ結果となってしまって、その後の入試プランを慌てて変更する。同時にお子さんの気持ちをなんとか支えて入試までたどり着かせる、そんなご苦労をなさったご家庭というのも随分多く発生しています。中学受験の難しさを改めてね、ひしひしと感じた方もさぞかし多かったことと思うんですが、そんな受験事情をね、間近に見ながら、我が子の来年再来年の入試を見据えているご家庭から、入試シーズン、また学年代わりの時期に数多く寄せられるお悩みというのが、真面目に勉強しているのに成績が上がりませんというものです。ね、やはり誰しもこう勉強をサボってる、嫌がる、明らかにやっていない、ね、宿題なんかもほとんど手つかず、なんなら答え移してるだけとしかもう思えないバレバレのサボり方、まあ、そういう子がね、成績取れない、もうそりゃそうだろうと、親としても諦めはつかないな、でも仕方がないなという思いはさすがに受け取ることはできるが、我が子が一生懸命やってると、ね、別にサボってるわけじゃない、なのに成績が上がってこないとなると、これはもう親として気持ちは穏やかではありませんし、何より当事者のね、お子さん自身が本当にかわいそうというところで、切実な悩みとなっているわけですね。ということで、子供の才能を伸ばす中学受験、今回は真面目に勉強しているのに成績が上がらない子必見、今すぐチェックしたい7項目とはと題してお話をしていきたいと思います。ね、塾通いも嫌がらないし、宿題も真面目にやってる、なのに成績が上がらないという悩み抱えてる方、親子、実はね、ものすごく多いんですね。で、これ早めに対処してあげないと、大人はまだね、分析的な視点であれこれ考えることができますが、やはり小学生、純粋ですし素直ですから、成績が出ない事実に触れ続けると、自分自身の能力の問題だと考えてしまって、諦めてしまう、また深く傷ついて学習意欲が急激に落ちてしまうというね、深刻な問題につながりやすいんですよね。で、やっぱりですね、もう子供たちって未来が常にあるわけ、全員にあるわけですから、なんといっても諦めるということは絶対にしてほしくない。人生は常に希望があって努力は報われるということを渡してあげたい。僕自身もやっぱりそう思ってるし、この見守る子育てというね、僕の考え方を日本中にとにかく広げようと頑張ってるわけですが、その根っこにあるのは、子供たちそれぞれの伸び方、成長の仕方というのが間違いなくあって、それは大人たち自身が子供たちの才能を見つけ、で、その引き出し方を子供に応じて応援してあげれる、そういう観察する目、手伝う力というものを社会が持てば絶対変わっていく、そう信じてこの活動をしてるわけですよね。ということで、今回のこの成績が上がらないというお悩みに対しても、僕が直接ご相談を受けた場合、カウンセリング等で受けた場合に、だいたい30項目以上のポイントをこうチェックしてですね、そのお子さん、そしてご家庭に何が起きてるかっていうのをこう洗いざらい分析していって手立てを決めていくんですが、そうしたチェック項目の中で、ぜひね、ご家庭でも使ってみてほしいなと、チェックしてみてほしいなという大事な7項目について今日はお話をしていきたいと思います。その7つと、まず1つ目、勉強のメインは何、2つ目、学習タイプの把握、3つ目、記憶力の分析、4つ目、テスト準備力を高めているか、そして5つ目、自分の1週間を把握しているか、6つ目、偏差値の理解、最後の7つ目、何点取りたいの、
この7つについてこれからお話をしていきます。そして最後には今回の見守る子育てのコツポイントをお伝えしますので、ぜひね最後まで、活用いただきたいなと思います。まず一つ目のチェックポイント、勉強のメインは何ということなんですが、これどういうことかというとね、さあ皆さんのお子さん、勉強いつ頑張ってますか。ちょっと変わった質問に聞こえるかもしれませんが、いやそれ家で頑張ってますよと、塾から帰ってきて、または学校から帰ってきて、でそれから勉強する予定の時間に一生懸命宿題やってます、そういう方多いと思うんですが、中学受験における勉強のメインはですね、家庭での学習に置かれている、これまずいんですね。これね、えって思った方多いと思うんですけど、で親御さんからすると子供たちの勉強というのはやっぱり宿題をやってる姿が一番目に入るので、家庭の中の勉強のイメージってやっぱり宿題、問題を解いてる、答え合わせしてる、そんな時間がイメージされるんですが、学力そのものを上げていく、知識や理解力を上げていくのに一番大事なのは塾での授業そのものなんですよね。授業の中でどの程度理解を深め、知識をつかんで覚えて持ち帰ってこれるか、ここの部分が学習のメインとして機能していないと、いくら時間あっても足りなくなるわけですよ。で実際問題、中学受験ね、頑張ってる子、真面目な子、家帰ってからの宿題の時間を一生懸命やってる、また自分の頑張る時間はそこだと思ってる子多いんですが、これね本当にかわいそうなんですけども、宿題、家庭での宿題の時間を勉強のメインに置いている子は学年が上がれば上がるほど成績下がるんですよ。でこれも当たり前のことなんです。学年が上がれば塾での授業数が増え、で結局家での滞在時間、まあ、滞在時間って言い方変かもしれないですけど、家での持ち時間はその分絶対減るんですね。ということは学年が上がるに応じて家庭での学習というものの質を高めていかなきゃいけなくなる、密度を上げていかなきゃいけなくなる。一方で塾での拘束時間増えていくということは、その塾での時間の学習吸収力、学習定着度合い、ここがものを言ってくるということになってくる。なので家庭の中での学習のメインを宿題のイメージで置いている場合は年々苦しくなっていくわけですよ。ということでこの受験学習を考えるようになったって、まず第一として、塾での授業の受け方をどこまで研究できていますか、また宿題というものは何を期待して取り組むのか、親子で理解していますか、取り組んでいますか、月を追うごとに、学年が上がるごとに、その学び方の品質というものを見直していく、そんな努力しているでしょうか。でこの勉強というものそのもののメカニズムへの理解と取り組み方、これが第一点目、まずチェックしたいんですね。で次2点目です、学習タイプの把握。これね、僕のチャンネルで動画ずっと見てくださってる方はある程度ご存知だと思うし、僕の本なんかもね読んでいただいていると、いろんな本の中にこの学習タイプというお話をしてきています。まずはできるだけシンプルに言うと3つのタイプに分かれますよと。情報を取り入れる際にね、視覚から入る映像的な情報を取り入れることを好む子、得意な子、聴覚、耳から入っていくその言葉とか音に反応する、そこのアンテナ感度が高くて言葉をキャッチすることに関心が向きやすい、その結果として記憶力が高く出やすい、そういう特徴を持った子。また3つ目としては身体感覚、肌を通して伝わる、また自分の体を通しての学びというものが合っている子、体を動かすのが好きで、であれこれとこうずっと理屈だけ説明だけ聞いてるとうとうと眠くなるけど、ちょっとやってごらんって言ったら俄然こう理解がグッと入って、あ分かったと、でなんか感も良くてなんとなくできちゃうみたいなタイプの子ですね。で、僕自身はね、お子さんたちを実際観察してその子の才能分析をする場合には、単純にこの3パターンに分けるんじゃなくて、その組み合わせや度合いによって、まあ、少なくとも10パターンぐらいには分類してアドバイスをしているんですけども、まあ、まずご家庭としてはね、この視覚、聴覚、身体感覚の3つの観点に分けてお子さんを見てあげるだけでも全然事情は変わってきます。で、この学習タイプに関しては僕のチャンネルの中にもこうした動画いくつか上げているので、ぜひこちらもね合わせて参考にいただければいいと思うんですけども、お子さんのタイプをおおよそ分かると何がいいかと。例えば視覚の子、映像が好きなわけですね。じゃあ学ぶ際にも図とかカラフルなイラスト、写真とかそういうものを併用して学んだ方が効率がいいし、映像で把握するということは全体が見えるので、最終ゴール地点を先に言ってもらわないと
学習意欲が下がりやすい。言い換えればゴール地点が見えたら一気にそこに対して突っ走っていく、で短時間での集中度を高めていける、そんな特徴があったりするわけです。つまり同じ単元同じ問題だとしても、その子のねタイプに応じて、渡してあげ方、示してあげ方、伝えてあげ方をアレンジしていく、それは絶対必要なわけです。がこの学習タイプという理解、つまり我が子の学び方のスタイル、心地よく学べるスタイルをちゃんと把握してお子さんの勉強に寄り添えてる家庭というのはまだまだ少ないんですね。本当にね、これちょっと学習タイプの観点というのは日本中の親および先生全員の常識に早く僕したいと思って頑張ってるんですけど、なかなかね、なんか勉強っていうのは自分のやり方を教えることが好きな先生が多かったりするせいで、まだまだ浸透率っていうのはどうなんでしょうね。お子さんの勉強についていろいろと学ばれてる親御さんの中でもまだ 20% いってないなと、この理解度はね思うんですが、だからこそ今この動画見て、あ、学習タイプって視点知った方はぜひ活用してほしいと思います。で、じゃあうちの子どんなタイプなんですかと、どうやったらわかるんですか、もうこれは親の観察力にかかっています。日常の朝から夜までお子さんの日頃の過ごし方、学んでる時、食事の時の様子、学校から帰ってきた時の仕草、ふとした時に見せる表情や目の動きや口から出る言葉、体の動き、そんな様子を全体しっかり見ていけば、こういう時にこの子を目をよく使ってるな、耳すごく反応する子なんだな、見る人が見れば分かりますし、皆さんも意識さえすれば見えるようになるので、ぜひ取り組んでほしいと思います。チェックポイントの3つ目です。記憶力の分析。これどういうことかというと、この記憶するというのも子供によってね、やっぱ違いがあります。ワーキングメモリーというものが前頭前野の働きとしてあるんですけど、同時に複数の事柄を取り行う、そういうね人間の脳の力ですが、まあ頭の中にちょっと一時的な作業台があって、その上に何個のものを載せていられるか、またそれがどれぐらいの時間保持できるか、そういった力です。でこれは子供たちのその成長の様子とかですね、まあ、そもそもの生まれ持った部分の違いとかもあって差があるんですけど、大事なことはお子さんがですね、特に苦労なく覚えれるそのボリュームや内容と、一方で訓練しないとなかなか記憶に残らない、工夫しないと残らない部分のこの記憶のスタイルであり量であり長さでありといったところを正確に、できるだけ正確にね、把握するってことがポイントなんですね。急に頭の中入れ替えるなんてことはできない。でも例えばね、2日間は結構なんとなく丸々覚えれるなこの子はという場合は3日目の前に復習すればいいですよね。一方でなんか映像記憶は結構いつまでもなんとなく覚えてるけども、言葉、用語、そういうものの記憶はすぐ抜けると、というか覚える回路がうまく働いてないなという場合は、どうすれば覚えられるか、お子さんの覚え方を研究してあげなきゃいけないということで、子供にあった覚え方の技法を探し求めてそれを練習するということも大事だし、どれぐらいの期間を空けて復習、覚え直しをする、思い出し作業を入れると定着しやすいかといった、その記憶のメカニズムを親子で研究していって、日常の学習にこう生かしていく、ね、具体的な手立てを決めていく、そういうことがポイントになるわけですね。でさらに4つ目のチェックポイント、テスト準備力を高めているか。テスト準備力って何かと、頑張って宿題することかな、頑張って覚えることかなと思った方、まあ半分はそうです。やっぱり学習した知識量を増やす、そして解ける問題を増やしていくこと、これは絶対もうテストにね直結しますが、それだけじゃないんですよ。平たく言うと、何が出るか予想ついてますかってことです。そもそもテストって何であるのか、それは学習したことがどれぐらい身についてるか、どれぐらい使えるようになったのか、いわゆる実力という状態にどこまで高められたのかを点検するためですね。なぜ点検するのかといえば、努力を褒めるため、これが一番大きいです。頑張ったらやっぱ結果出たよね。でプラス身についたつもりだけども十分に使えるとこまで来てなかった、見落としがあった、そこに気づいていち早くですね修正作業に入れるように、そういった役割としてテストがあるわけです。ですから学習内容を確認するためにテストがあるんだから、言い換えれば何が出るはずなのかっていうのはある程度予測ができなきゃおかしいわけですよ。で世の中にはどっかね誤解してる方がいて、特に親御さん、お父さんが多いかな、
入試ってのは何が出るかわからない、だから県に対策とか山間とかをせずに受けるもんだなんて言う人いるんですが、そんなテスト存在しないわけですよ。何が出るかの範囲というのはある程度決まっていて、入試であったとしてもですね、その範囲の中で適切な難易度のものが出題される以上、出るものの予想はつくわけです。でそれは塾通いしている子であれば毎月のテスト等でそろそろあの単元出るはずだよな、そういや理科最近電気関係出てない、来月今月どっかもう出てもおかしくないよね、そんなことの分析というのはやはりお子さん自身もできていくことってのは大切です。でそれによってテスト時に予想通りの設問が来た、そこで点数を手堅く取る、だからこそその他の問題にも現場対応力によって力を発揮していく、そういったメリハリがついていくわけですね。でこのだからテストを予測する練習というものもこれね、勝手にできるようになる子たまにいますよ。ゲームが好きな子で競争が好きな子は作戦練るの好きですから、結構テストから分析して予想しますが、ほとんどの子はそんな発想しませんから、親御さんの方で次何が出るんだろうね、この範囲内だと今回だとどの問題が特に出そうかな、先生が授業中に説明していたその熱の入れ方、何回も言っていた部分っていうのは大事大事ってことはテストに出る可能性高いけど、どれかな、そんな声かけをしてお子さん自身にテストを予測するイメージさせてあげる、その力を高めていく必要があるし、それをやれているかどうか、これも真面目にやってるけど成績が上がらない、このチェックポイントとして外せないんですね。そして5つ目のチェックポイント、自分の1週間を把握しているか、お子さんが自分の1週間をどれぐらい説明できますかということなんですけど、これねなぜその1週間なのかというと、まあ、塾も各曜日が決まっていて学習のサイクルありますよね。でテストの日が決まっていたり曜日が決まっていたりします。で、小学校の時間割もあります。お子さんも月火水木金と進むに応じて疲れ具合も大体パターン化されていきます。ということは各曜日各時間帯によってどういう学習が成果につながりやすいのかというのは、週を追うごとに上達していく判断を高めていくことってのは親子の課題なわけですね。そうした時にお子さんが30分で僕はこれぐらい解けて覚えられるんだ、1時間あれば私はこういう勉強メニューを最後までやりきれることができるんだ、私はこの計算10問だったら7分ぐらいあれば安定して解けるんだ、自分の学習と所要時間というものを結びつけて把握できているかどうか、すっごい大事なわけですね。これは先ほどの記憶力との関係でも無視できませんよね。このどの曜日に復習を入れたら自分は大丈夫かっていう1週間の設計も関わるし、多分あと1時間で終わると思った学習メニューが2時間かかってしまったら全部予定が崩れてしまいます。やっぱり自分把握というのが大事で、日常の1週間の使い方の中で自分の時間イメージスピードというものをどの程度把握しているかはテスト本番において時間配分の適切に行えるかどうかにもつながっていくわけです。ということでこの学習と時間との関係をどの程度見つめられているか、これもチェックしなきゃいけないポイントです。そして6つ目のチェックポイント、これはお子さんも親御さんもともに確認がいるんですが、偏差値の理解という項目、どういうことかというと、これね偏差値ってどういうものかをそもそも分かってない方結構多いんですね。まあそういうこともあってこんな動画もね僕はチャンネルの中にアップしていますが、偏差値っていうのはあくまでそのテストを受けている集団の中でどれぐらいの位置にいますかという非常に相対的なものです。グループが変われば当然同じ学力の子でも偏差値は簡単に変わります。分かりやすいのは例えば四谷大塚なんかね S コースがあって、で CBA とで A コースの子が頑張って B に上がった瞬間同じぐらい頑張ってんのいきなり偏差値が下がる、当たり前ですね、グループが違うからなんですけど、ちょっとここら辺がいまいち実は分かってない方が多くて、先週より今週勉強頑張ったから上がるはずと思ったりするんですよ。ところが偏差値ってのは相対的なものですから、お子さんが頑張ってる時に他の子も同じぐらい頑張ったら頑張り具合一緒なのでやっぱり同じ偏差値なんですね。また同様に自分自身は理解できる問題が増えた、解けるものが高まってきた
でもそれと同じぐらいテストの難易度も上がっていって、それを他の子たちも同様に頑張ってたら、やっぱり偏差値変わらないわけですね。努力は大事だけど、それがすぐに偏差値の向上につながるわけじゃない。それが偏差値というものの仕組みだから、ここを分かっていないと、まあ大人は分かっていたとしても、お子さんが分かっていないことはよくあるので、頑張っても頑張ってもやっぱり偏差値50だと、じゃあもうやっても意味ないじゃんってなったりするんです。違うんです。頑張ってるから同じ偏差値でいられるんだよ。これ忘れちゃいけないですね。特に6年生もうみんな一生懸命やってますから、少々一生懸命やったぐらいでは変わりません。偏差値を変えていきたかったら、他の子と比べて学習成果を高めることも必要だし、テストの出題難易度の変化も見越した、それを乗り越えていく学習が必要。つまり質の抜け出しが必要になってくるわけですね。単にボリュームを増やすだけではなかなか変わらない。そうした偏差値というものの特徴もやはり分かっておくことが大事になります。で、頑張ってるのに成績上がりませんって言ってる方の成績は偏差値だったりすると、いや頑張ってるからそのままでいられるんですよ、そういうアドバイスから始まることとても多いんですよね。これ気づかず、ついついお子さんを変わらない部分で責めてしまってる親御さんもいると思うんで、親御さん自身がね、改めて偏差値というもの、得点と偏差値の違いを分かってください。そして最後、7つ目のチェックポイントです。何点取りたいの。どういうことかというと、目標設定していますか、しかも具体的な目標を持っていますかという話です。目標ありますかと聞いたら、何々中学に合格したいですと書いてくる子がいます。これ目標と言いません。遠すぎるんですね。願望でしかありません。でしかもその願望というものは自分から掴み取るものになってなくて、そうなればいいな、向こうからやってきてくれたらいいなぐらいの夢でしかないことがよくあります。で、成績を上げるためには来週の目標がいるんです。明日の目標がいるんです。今日の目標がいるんですね。なぜなら自分の行動の結果手に入るから。お子さんの認識の幅に合わせてイメージできる程度の先の目標です。だから2週間3週間先の目標ってなかなか難しいです。小学生の場合は近いところははっきり持つ。そうした時に、次のテストで何点取りたいの、何点取りたいのが決まった時、80点ってことは、じゃあ回答用紙はどこに丸があって、×がどれぐらいで、三角どれぐらいになってるイメージになってるの。じゃあそんな答案作るってことは、今回の宿題範囲でいうと、ここまでは苦労なく丸が並ぶ程度に精度上げとかなきゃいけないよね。何点取りたいかというはっきりした目標を持つことで、勉強の取り組み方がはっきりしてきて、だからこそ成果を作れるんですね。これは大人も子供も共通ですが、目標を設定した場合と曖昧なままでしている場合で、確実に行動の精度というのは変わります。成果というのは変わる。これはもう統計的に証明されている。ということで、成績がなかなか上がらないというそのお子さんね、悩んでいる場合によく考えてみてください。よく見つめ直してください。そういや、この子来週の目標を持ってた。これね、真面目にやってる子で上がらない子、大体真面目にやるだけが目標になる。で、何点取れるようになるか決めてないんですよ。これもう親御さんたちからしたらありえないと思うかもしれないけど、そうなんです。その日与えたものを終わらせることが目標になっている中学受験生すごく多いです。なので今日はね、ねえねえ、来週何点取ろうと思ってる、目標ある、聞いてみてください。バッチリ帰ってきたらいいですね。帰ってきたら、じゃあこうやって取ろうね、行動計画を立てて、今日の明日の勉強をはっきりさせてください。はい、ということで今回の見守る子育てのコツですが、これね、勉強とはどの子にとっても平等で公平なものだという視点をまず理解することがポイントなんですね。スポーツとか音楽ってね、やっぱりね、生まれ持ったものが圧倒的に影響するので、誰でもできるようになろうと言いにくいです。勉強ってね、やり方を研究して取り組むべき内容に取り組んでいけば成果は出るんですね。知識は増えていくし、解ける問題も増えるし、スピードも上げられます。ほとんどの子にとって実行可能だからこそ、学習のやり方、中身、お子さん自身の学習への関わり方のタイプ、そういったものを正確に見極めていって適した方法を選んでいく、この手立てをどう取るかによって差がつくんですね。真面目にやってるのに成績が上がらないと悩む子のほとんど、そのご家庭のほとんどはこうした分析が抜けています。テストは毎月難しくなります。やらなきゃいけないことは増えていきます。だからこそ
ただお子さん自身の基準で頑張ってるだけでは成績は上がらないんですね。他の子との相対的な関係で成績が決まる以上、他の子以上に抜け出していかなきゃいけない。先週までの自分の勉強よりもちょっとでも質を高めていく、工夫していくことが望まれる。つまり質が勝負なんですね。これね、お子さんがだけが1日100時間使えるんだったら別ですよ。ひたすら頑張ってやりゃボリュームで勝てます。でも全員に同じ時間しか与えられてないわけですよ。なので成績という相対的なものを変えたければ、自分自身がお子さん自身が質を変えなきゃいけないんですね。このあたりに結局家庭教師とか個別指導先生とかのプロの存在価値があるわけですよ。なぜ彼らがプロなのか、それは同じ時間あたりの学習の質を変えていけるからね。この問題なら僕でも教えれるよ、そういうふうにおっしゃるお父さんたくさんいますが、教えれるよじゃなくて、この問題に取り組む子どもの学習の質を変えれるよ。それが結局は時間あたりの学習成果を変えて成績を変えていくんですね。なのでこう質という観点に立って、ぜひ今回ご紹介したまず7つのチェックポイントを家庭の学習状況を見直すのに使っていただいて、明日からのお子さんの学びを変えて、だからこそ努力したらやっぱり成績上がったねという満足を渡してあげてほしいなと思います。子ども本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔でした。